いやー、久々に新しい時計が欲しいな。とは言っても機械式時計みたいな高級なものだとちょっとハードルが高すぎるから、休日にさらりとつけられるようなファッション的にも相性がいい時計が欲しいんだよな。でも理想を言えばカジュアルでもつけられて、スーツは厳しくてもビジネスカジュアルぐらいにマッチするとより嬉しいんだけどな。誰かファッションとの親和性の高い、そんなに値段的にも高すぎない時計教えてくれる人っていないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人に似合うファッションとの親和性の高い時計6000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、結構時計を探している方多いんじゃないのかなと思ってるんですね。まあ、もちろん最近はスマホでですね見れば時間はわかるかなと思うんですね。僕も大体の場合はですねスマホで時間を見るわけなんですけども、とは言ってもですねちょっとこう手元が寂しいなと思うこともあるかなと思います。特に春だとか夏だとか秋に関しては、今の僕もそうですけども腕が露出するんですね。まあ、その時に時計一つついてるだけでちょっとした着こなしのアクセントにもなりますし、ちょっとだけ気分も上がったりするので、なんか時計をですねうまく使えないかなと考えている方も少なくないかなと思います。ただこの時計というのはですねものすごく奥が深くて、まあ、高級な機械式時計みたいな世界観もありますよね。これはこれでですね、まあ値段の幅もすごく広いですし、一つの独立した分野なので僕が解説できるような域ではないんですね。そうではなくて、もうちょっと手軽にですねファッションの一部として使えるような時計というところで言うと、まあ、なかなかですね良い情報がないのも事実かなと思います。その中でも予算ですね、だいたいこう10万円以内で買えるような大人に似合う時計ってどんなものがあるのかなということで、今回は具体的にですね6個選出をしてみましたので、まあ、ぜひ皆さんもですね今後の時計選びの参考にしていただきたいなと思っています。やっぱり夏なんかは時計があるかどうかで全体のファッションのバランスも変わったりするので、1本ぐらいは持っておくと便利なのかなと思います。アクセサリーがちょっとつけるのは苦手な方であっても、時計であればちゃんと機能的でなおかつファッションのアクセントにもなるので、すごく使いやすいアイテムかなと思うので、今回はファッションとの親和性の高いものですね皆さんにしっかりご紹介しますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね具体的にファッションとの親和性の高いですね大人に似合う時計をですねご紹介していきたいなと思ってるんですが、あくまで僕はファッションの専門家なので、時計に対するですね深い知識だとか機能を語れるほどのですね深い眼蓄があるわけではないので、そのあたりをですね皆さんご了承いただければなと思っています。あくまでファッション性が高くて普段の着こなしの中に馴染みやすいというですね視点で選んでいるわけなんですが、まず一つ目にですね皆さんにご紹介したいのはこちらですね、ナバルウォッチプロデュースバイローワーケースの1本です。価格が 29,700円ということで、ちょっとこれはですね撮影をしている今現在の価格なので変わる可能性はあるんですが、まあ、3万円前後で買うことができるので、これはですね非常にバランスを取れた時計かなと思っています。ナバルウォッチというのは1800年代ですねスイスで誕生した時計ブランドなんですね。ミリタリーウォッチをですね強みとしているブランドなんですが、このブランドウォッチをですね現代のテイストにアレンジしながら最近日本で改めてリリースされているのがこちらのモデルになるんですね。プロデュースバイローワーケースという名前がついていますが、まあ様々なブランドとのコラボレーションだとかデザインのコンサルティングを行っているローワーケースという会社があって、そこがですねプロデュースしている時計になっているので、非常に現代のファッションとの親和性が高いようなデザインにリモデルされているので、このシリーズはかなり使いやすいかなと思います。セレクトショップの中でも見かけることが増えていますので、この時計に関しては非常にですね僕が普段からご紹介しているようなファッションとの方向性とも近く使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、デザインはですねミリタリーウォッチがベースになっていますので、文字盤は黒でかなりシャープな印象です。まあ、白文字盤と黒文字盤でだいぶ印象が異なるんですが、まあ、白の方がよりクラシックでベーシックな雰囲気なんですが、どちらかというとスーツスタイルのような着こなしにはまってくるわけですね。黒文字盤に関してはシャープな見た目になっていまして、カジュアルな着こなしにも馴染ませることができますし、かといってビジネスシーンで NG かというと、ビジネスカジュアルだとかそれぐらいであれば全く問題なく使えるので、僕も持っているですね時計自体は黒文字盤のものがほとんどなんですね。ホワイトの方がですねクラシックであるんですが、失敗するとちょっとおじさんっぽくも見えたりするので、まあ、そのあたりはですねブラックの方が割とですねカジュアル着との親和性は高いかなと思います。まあ、デザイン自体はすごくミニマルなんですね。特に木をてらったとこがないからこそ使い勝手がいいんですが、個人的にすごくいいなと思う点がですね、文字盤上の数字ですとか、まあ、インデックスハイの部分にですね専門の塗料を使ってるんですが、色がですね少しですねくすんだ感じの色が使われてるんですね。使い古したヴィンテージウォッチのようにホワイトがくすんだような色合いを使っているところが味わいがあってバランスがいいんじゃない
ないのかなと思っています。でベルトに関してもちょっとこうミリタリーを彷彿とさせるようなナトーベルトを使ってるんですね。僕もナトーベルトが大好きで私物の時計もナトーベルトをですねつけてるわけなんですが、まあ、結構ですねこのベルト自体がカジュアルシーンにも使いやすいですし意外とビジカジで使っていても浮かないのでこのバランスは非常にいいかなと思います。もちろんベルトを変えてあげればだいぶ雰囲気も変わるかなと思うのでこのあたりはですね他のバリエーションもあるので見ていただきたいなと思うんですが、まあ、現在発売されていて気軽に買いやすい時計の中ではナバルウォッチがやっぱり一番使いやすいかなと思っています。本格派の表情でこの価格感そしてローバーケースがプロデュースしているということで、まあ、全体のバランスも取れた一本になっているので、まあ、ぜひ皆さんもですねこちらチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の時計なんですが今回は私物を持ってきました。バーグウォッチというブランドをですねエブリワンというモデルをですねここ 2,3 ヶ月ぐらいで購入してですね主に私服を中心に僕も使っています。まあ、バーグウォッチというのはですね時々僕の動画の中でもご紹介するんですが日頃のファッションと親和性が高いようなミリタリーウォッチだとかアンティークウォッチというところをベースにしながら作ってる時計としては個人的には2大巨頭だと思ってまして先ほどご紹介したナバルウォッチですね。そして最近ですね非常に人気が高まっているのがこのバーグウォッチというブランドなんですがナバルウォッチの方がまだですね見かける機会が多くてバーグウォッチに関しましてはそこまでまだ見かけないかなという印象です。僕はですねセレクトショップの 1LDK というお店が好きでよく出入りしてるんですがその中でもですねバーグウォッチは結構前から取り扱いがあって名前は知っていたんですがファッションの一部としてアンティークウォッチを気軽に使っていただきたいというですねコンセプトのもと生まれたブランドなのですごく味わい深い雰囲気を持った時計なんですね。このエブリに関してはもう皆さん見ていただければ元ネタはわかるかなと思うんですね。某有名な高級時計ブランドのですねモデルをモチーフにしているわけなんですが、まあ、サイズ感もコンパクトでちょっとこうヴィンテージライクな雰囲気でこのあたりも含めて個人的にはなかなかバランスのいい仕上がりかなと思っています。でエブリワンに関しましてはブランド初の機械式時計ということでかなり本格化の作りになってるんですね。本家のあの時計に比べると値段はだいぶですねお手頃で買いやすいですし気軽にファッションとの親和性の高い時計を取り入れるという意味ではすごく使い勝手がいいかなと思います。ただやっぱりですね機械式時計にも本格化というですね世界観としてはメリットを感じるところもあるんですがつけない日が何日かあると止まってしまうのでそのあたりはちょっと面倒だなと思います。先ほどちょっと紹介し忘れましたがバーグウォッチに関してはクォーツなんですね。あくまで電池で動くものなので特に手で巻き上げる必要はなくてですね電池さえ持てばですねそのまま気軽に使いやすいんですがバーグウォッチエブリバンに関してはちょっと一手間必要になってくるかなと思います。まあ、もちろんバーグウォッチにも様々なモデルがあるので例えばこちらのですね 2EyesAG というモデルなんかはクォーツでなおかつですね表情もすごく美しいステンレス製のですね時計になってますので割とですね一般的にも使いやすいかなと思います。価格も 34,100 円ということでエブリワンに比べるとちょっと買いやすくなってくるのでこのあたりも検討してみるのもいいかなと思います。ナバルウォッチのミリタリーライクな雰囲気かちょっとアンティーク時計の雰囲気ですね。よりこうファッション感度が高い方にはバーグウォッチの世界観というところは響きやすいかなと思うのでぜひこちらの時計もチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですねこちらですねハミルトンのカーキアビエーションクロノグラフウォッチですね。価格が 93,500 円ということで今回ご紹介する中では一番高くなってくるんですがこれはですね大人の男性が持っていてまず恥ずかしくないようなそんな一本かなと思っています。まあ、ハミルトンというとですね名前は聞いたことがあるという方も少なくないかなと思います。130年以上の歴史を持つアメリカのブランドなんですがその中でもハミルトンカーキというですねシリーズはかなりですね僕は好きなデザインで、まあ、デザインのベースはですねやっぱりこちらもミリタリーウォッチということで1970年代にですねイギリスの軍用時計として採用されていたモデルをですね改めて現代にですね再現したようなデザインになってるんですね。見た感じもかなりクラシックな雰囲気かなと思います。黒文字盤に対してクロノグラフなので左右対称という形ではなくてブランドロゴが右に入っていて左と右にサブダイヤルが配置されているような形になっています。まあちょっと男臭いような雰囲気がある時計なんですがサイズもですね 41mm ということでちょっとだけ大きめかなと思います。時計のこのサイズというのも時代によってトレンドの変化があるんですね。まあ、数年前までは結構ドカーンとでかいですね時計をしている方もいらっしゃったんですがそういった大きすぎる時計のブームはちょっともう収束していまして最近はですね割とこう無理のないような適度なサイズ感のものが増えてるんですが 41mm というのは割とですね小さすぎず大きすぎずというところで、まあ、バランスがいいなと思います。ミリタリーウォッチなのであまりにちっちゃすぎてもちょっとこう可愛くなりすぎてしまうので 41mm ぐらいのバランスというのは個人
的には結構ちょうどいいんじゃないのかなと感じています。こちらもインデックスの部分にですね塗料がですね塗られているわけなんですが、色がホワイトではなくてちょっとですねベージュからオレンジがかったようなアンティークっぽい色合いになってるんですね。この色合いが個人的にはすんごいグッとくるんですね。最初からちょっとですねヴィンテージっぽいような雰囲気も感じられるような一本なので、なかなかバランスがいいかなと思います。ベルトに関してはこちらもナトーベルトになってるんですが、色がブラックではなくてちょっとこうグレー系の色合いで、このあたりもですねなかなか他にはないような色合いで独自の世界観を持っていて、すごくバランスの一本になってるかなと思います。しっかりとした時計が欲しいんだけども、ちょっと10万超えは厳しいなという方はカーキアビエーションに関してはすごくバランスが良くて、ファッションとの親和性が非常に高い時計になってるので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですねこちらですね、コーニッシュヘリテージクロノグラフステンレススティールホワイトですね。価格が74,000円ということで、これも決して安くはないんですが、今回ご紹介する時計の中でも最もですねきれいめな雰囲気を持っていて、まあ、スーツのスタイルなんかにも合わせやすいですし、カジュアルスタイルで持っても浮くようなことがないような時計なので、大人の男性にはぴったりの時計なんじゃないのかなと思っています。僕もこのコーニッシュというブランドは聞いたことがなかったんですが、今回ですね皆さんに時計をご紹介するにあたって初めてですね見つけたのがこちらのブランドになっています。2012年に設立されたブランドなので、そこまでまだですね歴史が長いというわけではないんですが、まあ、デザイン的にもすごくバランスが取れていて、これなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思います。これまでにはないような白文字盤なので、スーツのスタイルなんかにも合わせやすいですし、ゴリゴリのカジュアルというよりはちょっときれいめのカジュアルであれば、こういったものは結構合わせがしやすいんじゃないのかなと思います。ホワイトの文字盤ではあるんですが、シンプルに見えすぎないのが個人的にはバランスがいいなと思ってまして、長身や短身ですね、このあたりに綺麗なブルー系の色を使っていて、これがアクセントとして効いてるんですね。まあ、ステンレスの輝きもすごく綺麗で、ホワイトの文字盤ともマッチしています。クロノグラフということでデザインの中に程よいごちゃごちゃ感があるのが個人的にはすごく好きなんですね。すごくシンプルな時計も素敵ではあるんですが、本当にシンプルな時計であれば僕はちょっと頑張って投資をした方が素敵な世界観が築けると思ってまして、まあ、このようなですねクロノグラフのちょっとデザイン的にはごちゃっとした感じの方がかえってですね価格が高すぎない時計にはバランスがいいなと思っているところがあって、すごく使いやすい一本になってるかなと思っています。でサイズ自体が 39mm ということで、先ほどのハミルトンの時計よりも 2mm ちっちゃいんですが、これぐらいだとですね結構使いやすいですね。日本人の腕ってそんなに太くはないので、あまり大きすぎるものも合いづらいかなと思っているので、 39mm すごくバランスが良くて使い勝手のいいサイズ感かなと思っています。これもですね機械式ではなくてクォーツなので、わざわざですね手巻きをする必要もなかったりするので、このあたりもすごく便利なポイントかなと思っています。僕も機械式の時計は2つ持ってるんですが、使わない日が何日か続くと時計狂っちゃうので、このあたりのメンテナンスはですね面倒くさがり屋の僕にとってはちょっと相性はそんなには良くないなと思ってるんですね。なので使い勝手を考えるのであればクォーツで全く問題がないかなと思います。まだまだですね周りで使ってる方も多くはないブランドだと思いますし、ビジネスシーンでも使えてちょっと綺麗めなカジュアルまで使えるというところでは結構希少な一本になってくるかなと思うので、よかったらチェックしていただければなと思っています。はい、続いて5点目はですねこれは私物をご紹介したいなと思ってるんですが、 G-SHOCK ですね。久々にですね G-SHOCK を買ったわけなんですが、大人世代に G-SHOCK が似合うか似合わないかで言うと、結構ですねカジュアルすぎてなかなかですねマッチしないことが多いかなと思うんですね。僕もですね中学生ぐらいの頃ですか G-SHOCK に激ハマりしまして、腕はですね2本しかないし片方しか時計しないじゃないですか。それなのに G-SHOCK だけで5、6本ぐらい所有してたかなと思います。まあ、それ以来ですね久々に買ったのがですねこちらの G-SHOCK なんですね。まあ、N ハリウッドとですね G-SHOCK はコラボレーションしているものなんですが、 N ハリウッドテストプロダクションエクスチェンジサービスウォッチということで、これがですねなかなかバランスがいいなと思いました。まあ、G-SHOCK というと結構ですねゴツゴツとした印象で、なおかつですね装飾性というかゴテゴテとしたものも多かったりするんですが、その中でもドメスティックブランドである N ハリとのコラボレーションなので、シャープでストイックな一本に仕上がってるんですね。まあ、ベースとなるデザインなんですが、1987年に登場した DW5700 というですねモデルですね、それをですねベースとして構築されてるんですね。まあ、G-SHOCK というと僕の中では結構シンプルなものでも四角いようなケースのものが多い印象なんですが、これ結構丸みがあって、このあたりもですねクラシックな雰囲気が出ていて、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。色もオールブラックなので派手なところが一切ないので、結構ミニマルなスタイリングにはまりやすいんですね。今日は僕はシャツのスタイルなので、こういった時計はあまり合わないです。
ですが、夏場の T シャツ短パンだとか外遊びガンガンする際にはやっぱり G-SHOCK が一番安心なんですね。多少ぶつかっても全く気にならないタフさだとか、そのあたりも含めてなかなかバランスがいいかなと思います。最近ちょっと旬なテック系の着こなしなんかにもバチッと相性が良かったりするので、これは1本あると便利かなと思っています。ちなみにこれプロテクションって言って、時計の周りをちょっと覆うようなパーツが付けられてるんですが、このあたりも昔のですね三菱のデリカを彷彿とさせるようなパーツで、個人的にはとても好きなんですね。ちなみに G-SHOCK といえばゴムバンドなんですが、僕はですねちょっとゴムバンドがカジュアルかなと思ったので、それを取り外して専用のパーツを取り付けてですね、なんとですねこちらナットベルトをくっつけてるんですね。このようなカスタムをしながら、ちょっと自分なりにアレンジを加えながらつけてるんですが、まあ、久々の G-SHOCK もですねこのようなミニマルでなおかつ装飾性の一切ない形であればすごく使いやすいかなと思います。まあ、Nハリとのコラボレーションということで、まあ、気分も上がりますし、意外とですね在庫まだ残っていて今であれば買えるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね大人の G-SHOCK としてはすごくバランスのいい一本なのでチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト6点目はですねこちらですね。皆さんもご存知 Apple Watch ですね。これもですね現代の時計としては欠かせない存在になってるのかなと思います。かつて僕もですね Apple Watch はダサいのかという動画をですね皆さんにお届けしたこともあるんですが、今であればもう使ってる方皆さんの周りも非常に多くなってるかなと思います。ファッションウォッチだとかおしゃれのためにつける時計というですね感覚は僕の中ではそんなに強くないかなと思ってるんですね。あくまで機能性ですね、このあたりを重視してつけてる方が多いかなと思うので、実はこの Apple Watch つけてる方でこのカスタマイズはかっこいいなと思う方ってほとんど見かけないんですよね。ですが、まあ、デザイン自体は木をてらわないようなベーシックな部分をちゃんと組み上げてるので、あくまで使い方組み合わせ次第かなと思ってるんですね。例えばですねこのベルトだとかこういったものをどのようなものを選ぶのか、これもすごく重要ですし、あとはですねこの文字盤ですよね。このディスプレイを点灯させた時に見える文字盤のデザインで結構ですねそれ選んじゃうとちょっとイマイチかなという方も少なくないので、この2つのバランスさえ整えていただければファッションとの親和性はグッと上がるんじゃないのかなと思っています。僕が持ってるものはですねちょっとこうネタとして奮発をして買ったですね Apple Watch のこのエルメスバージョンなんですね。なのでベルトに関してはレザーのバンドがついてきました。まあ、これさすがにですね上品な仕上がりだったと思います。僕はまあエルメスに対してすごく思い入れがあったりだとか憧れがあるというようなタイプではないんですけども、さすがにこのレザーの質感とか細かなパーツ使いというのは洗練されてるなという雰囲気はありました。なのでこういったレザー系のベルトをつけてもらうというのも一つのですねファッションとの親和性を高めるためには重要な項目かなと思います。ただですねレザー系のバンドだとどうしてもですね夏時期蒸れてですねすぐダメになっちゃうので、僕はこういったものはあんまり夏は使わないんですね。あくまで秋だとか冬だとか春汗かかない時であればレザー系のバンドというのが一番使い勝手がいいかなと思うんですが、まあ、それ以外の季節はですねもうどんだけ好きなんだと思われて恥ずかしいんですが、ナトーベルトをつけてるんですね。実はですね自分でカスタマイズして作ったものなんですけども、ちょっと付け替えてみますね。ナトーベルトの良さっていうのは結構どのような着こなしにもしっかりとハマるっていうところですね。そして結構堅牢なのでガンガン使ってもいいし濡れても大丈夫というところがやっぱり使い勝手がいいんですね。付け替えるとこんな感じです。ちょっとこう武骨な男っぽい雰囲気になりますよね。これが気に入っていて、結構アップルウォッチとですねナトーベルトって親和性が高いんじゃないのかなと思っています。このベルト自体はですねこの楽天で購入したベルトなんですけども、かなり本格化のナトーベルトをですね買いまして、別にのこのパーツの部分とナトーベルトをこれ切って貼っての繰り返しでですね自作したわけなんですが、これがね個人的にめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。ただ最近ではアップルウォッチ用のナトーベルトいろいろ出てるので、まあ、そういったもので代用してもらうといいかなと思うんですが、このシルバー色のパーツの色、このあたりが個人的にはめちゃくちゃ気に入っていて、このカスタマイズは大成功だったなと思っています。ファッション的に使うのであればレザー系のバンドですね。例えばこれもですねいろんなところで展開してますが、ちょっと頑張って買うならボナベンチュラとかのレザー製のですねバンドなんかはすごく上品なので、そのあたりがいいかなと思いますし、もうちょっと値段を抑えたものもあるので選んでみるのもいいかなと思います。あとはナトーベルトなんかもすごくおすすめですね。さらにはこの文字盤ですね、なんか数字がドーンと
とでかく出てたりだとか機能性に振り切ったようなものを使ってる方も結構多いんですが、まあそれはそれで全然いいんですけど、いざファッション用に使おうとするとちょっと難しいかなと思うので、個人的にお勧めしたいのがもっとシンプルなものですよね。例えばこちらのようなメトロポリタンだとか、このあたりなんかも割とですねブラウンベースでクラシックな雰囲気だなと思いますし、あとはシンプルっていうモデルですね、このあたりも割とですね通常の時計のような文字盤になってるので使い勝手がいいかなと思います。で個人的にはやっぱりですねクロノグラフの感じ、これが一番好きで、まあ昔からよく愛用してるんですが、このあたりなんかもですね男らしい雰囲気で、このナトーベルトとの相性はすごく良くなってくるかなと思います。他にはちょっとこう動きのあるベイパーだとか、このあたりもね結構かっこよかったりするので、まあなるべくクラシックな見た目で機能性に振り切ってないようなものにした方が、僕はですねアップルウォッチの文字盤としてはファッションとの親和性は高いんじゃないのかなと思います。ここさえバランスを取ってもらえばアップルウォッチ全くダサいこともないと思いますし、大人の着こなしにもバチッとハマるかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではファッションとの親和性の高い大人の時計ですね6000というテーマでお届けをさせていただきました。まずは鉄板のですねナバルウォッチだとかバーグウォッチですね、このあたりがベースになってくるかなと思います。多くの方にですねハマりやすいと思いますし、価格的にもそんなに高すぎないので使いやすいと思います。本格派の時計を目指している方であれば、まあ、5万円を超えてきますが、ハミルトンだとかコーニッシュだとか、このあたりもいいかなと思います。あとはカジュアル使いでガンガン使うのであれば、やっぱり G-SHOCK ですね、エヌハリとのコラボレーションモデルがまだ売ってますので、このあたりもおすすめできるかなと思います。さらには最近はもう定番的な位置付けになっている Apple Watch に関してはバンドと、あとはですね文字盤の部分だけですね組み合わせをしっかりと考えていただければ、ファッションとの親和性も結構高まるので、まあ、ぜひですね今回の動画を参考にしながら、ファッションとの相性のいい一本をですね皆さんもゲットしていただければなと思っています。僕もですねいろいろと時計持っていて用途によって分けるようにしています。ただですね、まあ多くの方にとっては1本あればほぼこと足りるかなと思いますし、まあ、場合によっては2本ぐらいね使い分けてもいいかなと思うんですが、そんなに量は必要ないかなと思うんですね。まあ、この時計をすることで夏場の着こなしも良いアクセントになってくるので、ぜひよかったですね皆さんにぴったりの時計を選んでみていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説したいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツーム系の専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね週末にライブ配信をやっておりまして、皆さんからいただいたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上スタイリストのシュンでした。また次回の動画もお楽しみに。